W 杯優勝予想、下馬賞トップ5は WBR25 2014年6月5日 W 杯優勝予想、下馬賞トップ5はいよいよ開幕が迫ってきた W 杯ブラジル大会、街でも本大会にまつわるグッズや看板などが目立ってきており、根っからのサッカーファンはもちろん W 杯限定のみ若ファンの中にも優勝チームを予想して楽しんでいる人もいることだろう。その下馬賞はどのようなものか、20代の社会人男性200人に優勝チームを予想していただいた。 W 杯ブラジル大会の優勝チームは、括弧アンケートでは優勝、準優勝予想、優勝の予想は 2PT、 準優勝の予想は 1PT とし集計した結果、強力スラッシュアイリサーチ、1位ブラジル 259PT、 2位スペイン 122PT、 3位ドイツ 91PT、 4位アルゼンチン 19PT、 5位ベルギー 17PT。 現役のセリエ A 監督やゴールドマンサックスなども予想したと伝えられているブラジル優勝、今回の調査でも2番手のスペインに倍以上の差をつけて優勝候補の筆頭となった。では優勝の有力候補として挙がった5カ国はそれぞれどんな理由で選ばれたのか、寄せられたコメントの一部を紹介しよう。以下 FIFA ランキングは5月15日時点のもの。黒丸ブラジル、開催国の立場を生かして勢いで優勝しそうだから29歳福島県、コンフェデ杯の結果から29歳静岡県、ネイマールが活躍しそうだから28歳神奈川県、目立って多かったのがホームの強みという理由。また予想の根拠としては心もとないが、なんとなくサッカーといえばブラジルのイメージといった回答も見受けられた。しかしそれもこれも過去の実績に基づく印象と思えばそうおかしな理由とは言えないだろう。黒丸スペイン、現在のランキングが1位だから26歳静岡県、前回から乗っているチームで好きだから26歳三重県、有名クラブチームがたくさんあるから26歳東京都、組織でレベルの高いサッカーができるから29歳大阪府、2010年 W 杯優勝、 W 杯直前の FIFA ランキングが1位といった理由を挙げた人がほとんど。それでもブラジルに大差をつけられて優勝候補に番手に甘んじたのはやはりホーム有利のイメージがブラジルに大きく働いたためか。黒丸ドイツ、バランスが良く若い選手で有望な選手も多いから22歳福島県、チームワークが素晴らしいため28歳東京都、過去の成績など安定しているから、さらにブンデスリーガもレベルが高くなっていてバイエルンなどの強いチームと試合できる環境が国内リーグにあるのは魅力だと思う。29歳宮城県、ブラジルスペインを知った人より具体的な根拠を挙げた人が目立ったのがドイツ。 FIFA ランキングだけで見ればブラジルの4位に対して2位となっており、安定した実力を買う声が見られた。黒丸アルゼンチン、同じ南米で強いチームだから27歳東京都、南米開催の大会は南米勢が強いから29歳静岡県、メッシはじめタレントが揃っていること。27歳東京都、南米開催のダブル杯では南米チームが優勝するというジンクスがある。それを意識してかブラジルに並ぶ南米の強豪国アルゼンチンも押す声も少なくない。ホームではないが、もともと実力は折り紙付き、前回のダブル杯では本領発揮といかなかったメッシに期待する声も。黒丸ベルギー、勢いがあるから27歳埼玉県、若手が大会で爆発した手がつけられなくなる国だと思います。28歳神奈川県、優勝候補の5番手に上がったのは意外にもベルギー、 FIFA ランキングでは12位ながら勢いを買われて4番手のアルゼンチンに 2PT 差まで迫った。さてここまでは優勝国の予想だが、ダブル杯で見たい夢の対決を尋ねたところ以下のような結果になった。2回決勝戦の組み合わせ、1位ブラジル vs スペイン46票、2位ブラジル vs ドイツ31票、3位ドイツ vs スペイン18票、4位ブラジル vs 日本15票、5位ブラジル vs イタリア14票。夢の対決上位5カードのうち3位以外は全てブラジルが波の試合となった。順当な結果と言えるが、注目すべきは4位にランクインしたブラジル vs 日本。勝敗はともかく日本代表にここまで勝ち進んでほしいというファンの願望からだろう。果たして決勝戦のピッチに日本チームは立つことができるだろうか。カッコ伸びアットマークビタカッコ R25 編集部 W 杯優勝予想下馬賞トップ5は、こちらコラムの内容はフリーマガジン R25 およびウェブ R25 から一部抜粋したものです。一部のコラムを除き、ウェブ R25 では図帳写真付きのコラムを掲載しております。本田圭佑 VS 大久保嘉人 W ハイザックジャパンチーム内番長バトル勃発危機、日韓大衆2014年6月2日09時00分、本田圭佑 VS 大久保嘉人 W ハイザックジャパンチーム内番長バトル勃発危機、6月にブラジルで開催されるワールドカップ、以下 W ハイに向けて日本代表がいよいよ動き始めた。5月21日、鹿児島県指宿市で始まった合宿を受け始めに、27日にキプロスとの走行試合を行った後、29日には直前合宿地の米国に向けて出発、6月2日にコスタリカ、6日にザンビアと強化試合で対戦した後、7日にブラジル入りする。欧州リーグで活躍する選手で半数が占められ、史上最強チームとも言われる今大会の日本代表、前回大会のベスト16を上回る成績に期待がかかっているが、ここに来てチームを空中分解させてしまいかねない大きな火種を抱えていることが判明した。ザックジャパンの最後のピースとしてサプライズ選出された FW 大久保嘉人と31の存在である。豊富な運動量とゴールセンスに優れ、昨年の J リーグ得点王に輝いた大久保のストライカーとしての能力はサッカー関係者の誰もが認めるもの。ただ彼の起用には常に大きな不安がついて回るという。大久保は血の気が多い選手、簡単に切れやすく、これまで国際試合でも大事な場面で退場を食らうシーンが多かった。スポーツ紙サッカー担当デスク、例えば2008年の7ダブルハイアジア3次予選のオマーン戦で相手を蹴って一発退場させられたシーンや、09年の天皇杯3回戦終了間際に相手選手と接触してレッドカードをもらったシーンは未だにサッカーファンの脳裏に強烈に焼き付いている。さらに審判に暴言を吐いたりする例は枚挙に止まらない。全道というから筋金入りだ。01年の J リーグデビュー以来10年連続退場という不名誉な記録も持っている大久保、この切れ癖が問題視されて、これまでザックジャパンでの代表招集が見送られてきたという見方もあるほどだ。とはいえ大久保も今や31歳、精神的にも成長したのか、以前のようなやんちゃぶりは影を潜めている。サッカー評論家の判断に一致しない。大久保の反則はカットなって自爆することもイエローでした。これは本人も自覚していて大人になって反省しているようで、ダブル杯の大事な場面ではもうやらないでしょう。だがたとえ彼が反則行為を自制しても、その存在自体が日本代表の火種になるという声がある。今の代表は良くも悪くも本田圭佑、27のチーム。ザックはチームの司令塔たるトップ下のポジションを彼に任せ、本田はピッチ内の指揮官に君臨している。本田以上に司令塔の実力を持つ彼は信じが、サイドアタッカーのポジションに甘んじているのはザックの本田編長采配の賜物ですよ。前出ですく、つまり今の日本代表は王様本田を中心とした妙なパワーバランスの上に成り立っているということ。大久保という異分子が入ることでこのバランスが崩れてしまう危険性があるというのだ。もちろん本田は大久保の加入を心よく思っていません。せっかくチームを意のままに動かせるようになったのに、突然年長本田は大久保の4歳下のうるさい男が入ってきたわけですから、大久保が先輩風を吹かせてあれこれ口出しするようならチームは崩壊しかねません。前道、もちろん大人になった大久保がこのチームは本田のチームと割り切って本田を立てれば大事には至らないかもしれない。しかしそこは J の暴れん坊の異名を取る5人、代表に選出された直後のインタビューで早くも本田に対する宣戦布告とも取れる発言をしている。言いたいことは言いたいね、何か思った時に言わないで後になって後悔するのはダメ、よく黙ったままの人がいるけど一番良くないよね。チームのために良くない意見をぶつけ合うことは互いのためになるから、自分のチームに急に入ってきた戸様から一門をつけられたら、口から先に生まれた男、協会関係者と陰でささやかれる本田が黙っているはずはない。 JK 氏のザックが犯したミス、この2人前回の7大会でもチームメイトだったが、実はそこで因縁が生まれていたという。7大会では大久保は本田の説教係だったようです。本田のビッグマウスは知っての通り、本田が何か言って現場がピリッとしたらすかさず大久保が睨みつけていましたからね。前出関係者両者がぶつかるのはもはや時間の問題と言える。一方これまで心ならずの本田独裁を許してきた選手たちの中には、大久保の復帰を歓迎する向きもある。15日の壮行会で吉人さんが入って嬉しかった、必ずいい方向に行くと思うというコメントを出したのは、同じポジションを争うライバルとなるセレッソの元後輩柿谷陽一郎。大久保はその柿谷について、あいつはメンタルが弱い、周りの重圧を感じて結果が出せていないと発言している。続けてワントップ争いは負けないと言っての結果だ。この発言の真意は自己アピールするためではないというのだ。
彼の発言は明らかに楽しくプレイできない雰囲気を作っているホンダに向けられたものです。大久保はテレビで見てても、香川真司と陽一郎は楽しくなさそうとも発言していますが、これなど明らかに可愛い後輩を萎縮させやがって、俺が入った限りはホンダの好きにはさせないという意味ですよ。スポーツ紙デスク。ホンダはかつて日本の司令塔だった中田英寿になぞらえられることが多い。ユイが独尊でここを貫いた中田は当時、他の選手たちの間に大きな溝を作ってしまったとされる。今回も同じようなことが起こるのではないかと不安視する向きもあるのだ。最悪なのは大久保が選手たちの不満の受け皿となってホンダと対立、チームが真っ二つになるというシナリオだ。確かにホンダと中田はよく似ていますが、決定的に異なるのはコミュニケーション能力。ホンダは基本的に話し好きで、他の選手たちともいろいろ話し合い、妥協点を見つけようとします。中田は何も言わずに自分のプレーについてこれる選手だけを選別する。ホンダは中田とは違いますよ。業界関係者。7、現在の日本代表がホンダと親友するつもりで、ザッケローニ監督が作り上げたチーム、スポーツ紙デスクであることは確か。主張する FW の大久保を入れるなら、最終選考でなく、もっと早く入れるべきだったという声もある。ザック自身は、大久保の経験が内政、クオリティを評価したと言っていますが、実際は J の得点をなぜ選ばないんだという世論に配慮したから、もう一つはやはり、現在の FW 陣に今一つ信頼できない部分があるからでしょう。ただ、大久保が川崎フロンターレでさっき、得点王になれたのは、中村健吾というパートナーがいたからこそ、JK 氏のザックは、それを知らない。本来なら、中村とセットで選出するべきですよ。全同、初戦のコートジボワール戦、6月15日まで3週間を切った。ザッケローニ監督の大爆地は、吉と出るか今日と出るか、週刊大衆06月09日も。W 杯目前特別企画、伝説のサッカープレイヤーといえばまで、ニュースカフェ2014年6月4日、W 杯目前特別企画、伝説のサッカープレイヤーといえばまで、2014 FIFA ワールドカップ開催まで1週間余りとなり、各種メディアも W 杯一色の盛り上がりを見せている。20回目の節目を迎えた今大会、開催国はサッカー王国、ブラジル、サッカーファンのテンションは大いに高まっていることだろう。近々見られる現役選手たちの活躍は楽しみにとっておくとして、ニュースカフェでは現役を退いた伝説のサッカープレイヤーといえば、というアンケートが実施されたらしい、ランキングとともに寄せられた声をご紹介しよう。回答総数662件、1、テレ、27.0%、なんといってもサッカーの神様テレですね。ブラジルと縁があるので、なおさらです。女性スラッシュ50代スラッシュ J 同11人抜きは神業だ。男性スラッシュ30代スラッシュフリーター選べない。ベッケンバワー、ボビー・チャールトン、クライフ、プラチニ、マラドーナ、でもダブルハイ3度優勝はテレだけだったと思うから一応。男性スラッシュ20代スラッシュ学生2位、ディエゴ・マラドーナ、20.5%。この中で選ぶとすれば、世界でキングの称号にふさわしいのはマラドーナ。男性スラッシュ40代スラッシュその他、神の手、伝説の7人抜き、激太りなど数々の伝説がある世界最高峰のプレイヤー。男性スラッシュ30代スラッシュ会社員、監督やってる時のマラドーナ、相当テンション高いおっさん、超すごい人なのに。女性スラッシュ30代スラッシュ会社員、3位、デビッド・ベッカム、12.7%。マンチェスター・ユナイテッドのベッカムのプレイがすごかった。男性スラッシュ30代スラッシュ会社員、かっこいいシプロ根性があると思います。女性スラッシュ30代スラッシュ会社員、ベッカムかっこよかったなぁ。女性スラッシュ10代スラッシュその他、4位、中田英寿、8.9%。日本サッカー界に革新を与えた選手だから。男性スラッシュ30代スラッシュフリーター、中田英寿のプレーが素晴らしかったので選びました。女性スラッシュ30代スラッシュフリーター、とにかく存在感が強い。女性スラッシュ40代スラッシュその他、5位、ジネディングジダン、6.0%。強烈なダブルハイドイツ大会決勝の頭突き会場。女性スラッシュ10代スラッシュ主婦、良くも悪くも超。女性スラッシュ40代スラッシュ主婦、最後の頭突き格好良かったな、超。女性スラッシュ40代スラッシュ主婦、そして6位以下はジーコ、5.7%。ミシェルフラシニ、1.8%。ロナウド、ブラジル、3.0%。ロベルトカルロス、1.5%。という結果に数多くの意見が寄せられる中、約3割の票を獲得してのトップはザキングオブフットボールとまで称賛され、テレの愛称で広く親しまれるエドソンランチスナシメント選手。ブラジル代表のエースとしてFIFAワールドカップで3度の優勝を経験。15歳のデビューから1977年に37歳で引退するまで、通算1363試合に出場し1281得点を記録しているという。その他にもアルシンド、まるでカッパか、落ち武者のような風貌でピッチを走る姿が忘れられない。アルシンドになっちゃうよという CM が受けた。クライフなど、やっぱり、バッジョ、世界的プレイヤーは他にもいるな、日本人なら不屈の闘士で三浦和義、中山雅史、J リーグの始まった頃、まだ現役で頑張る三浦和義に常に人気者、今も解説などで熱く語る言は印象に残る、古いけどアルゼンチンのケンペスですね、ジョージ・ベア、サッカー弱小国からでも時にスーパースターは現れることを証明した、皇帝ベッケンバーはストイコビッチ、グランパスファンに夢を与えてくれた、選手としてだけでなく監督としても、などなど、熱いコメントが届いている、文能に丸を取り、セルジオエチモの一周両断、第356回ダブルファンに優勝しても批判の声が上がる、それがブラジルという国だ。シュープレニュース2014年の9月5日11時00分、ダブルファンに優勝しても批判の声が上がる、それがブラジルという国だ。大会開幕が間近に迫り、これまでいまいち盛り上がっていなかったブラジル国内でも、徐々にダブルファイムードが高まってきたようだね。実に64年ぶりとなる自国開催のダブルファイ、当然ながらブラジル国民の代表への期待は大きい。ノルマは優勝、しかも他国に圧倒的な力の差を見せつけての優勝を望んでいる。何しろ1994年アメリカダブルファイでは優勝したにもかかわらず、あんな守備的なつまらないサッカーで世界一になっていいのか、決勝のイタリア戦が PK 戦までもつれたので完全に優勝じゃないという批判が相次いだ国だからね。そんな国民の期待を一身に背負うのはエースのネイマール。老若男女問わず愛されるスーパーアイドルだ。一人で試合を決めてしまう力を持ち、彼にボールが渡るだけで大きな歓声が上がり、スタジアムの雰囲気が変わる。ブラジルらしい高いテクニックで相手をイライラさせ、ファウルを誘って審判にカードを出させる。そうやって相手チームに精神的なダメージを与えるんだ。もちろん国民からのプレッシャーも大きい。でも地元だから審判の味方につけられるだろうし、彼には内弁慶の印象があって、僕はむしろ地元開催のダブルファイの方が力を発揮できるんじゃないかと見ている。ただし専門家の意見の中には、ブラジルはあくまでも優勝候補の一つだという冷静なものもある。守備は堅固で安定感があるものの、攻撃陣に違いを生み出せる選手がネイマールしかいないことをマイナス要因として挙げているんだ。もしネイマールが買い潰されて怪我でもしたら優勝は難しいというわけだ。確かにかつてのブラジル代表の攻撃陣はタレントの宝庫だった。例えば62年チリダブルファイではテレが1次リーグで故障して離脱したんだけど、その穴をバレンシアが十分に埋めて連覇を果たした。2002年日韓ダブルファイで優勝した時もロナウド、ロナウジーニョ、リバウドとパンチのある選手が揃っていた。でも今はネイマールが離脱した場合にその代役を担える選手が見当たらない。先日ブラジルを訪れた際に再会した友人のリベリーノ、元ブラジル代表、70年メキシコダブルファイ優勝時のメンバーもシステマチックな指導のせいで似たような選手ばかり育つ、突き抜けた個性を持った選手が少なくなっていると心配していたね。ただリベリーノも認識していたけど、それはブラジルに限った話ではなく、アルゼンチン、メッシ、ポルトガル、クリスティアーノ・ロナウドも同様で、現代サッカーにおける各国共通の悩みと言えるだろう。ちなみに僕の優勝予想はやっぱりブラジル。純粋な戦力分析をすればドイツが上回るかもしれないけど、独特の気候下でのコンディション調整、地元の声援といったホームアドバンテージは大きいよ。何よりブラジルが早々と負けたら大会が一気に盛り下がってしまう。僕も現地観戦する予定の決勝はリオデジャネイロのマラカナンスタジアムで行われる。そう、あのマラカナンの悲劇、50年ダブルファイ決勝でブラジルがウルグアイに敗戦、自殺者がショック死する者も出たの舞台だ。そんな因縁の場所でブラジルが優勝する瞬間を見届けられたら最高だね。構成スラッシュ渡辺達也。